はい、アシュラナレザー製品販売店の泉と申します。ではこういったワルトソンズ製品や頑丈製品やココマイスター製品やアシュラナレザー製品を販売しております。アシュラナレザー製品はすべてシェル言葉にもかかわらず値段がお得です。こちらの、札入れはすべてシェル言葉ナチュラルを使っております。定番品で3万3千円です。こちらの、札入れはパッドファービーといいまして、パターンをオーダー品です。パターンオーダーでも4万2000円で受注しております。スタンプの量や、日本で見れるのバイオレットやアマレットなども、シェル、パターンオーダーとして、オーダーいただけます。ホガニとマーブル、ブラックとリバース、ナンバー8とリバースブラックとスタンプ4つついたリバース、ナンバー8を、オーダーしております。関税や送料なども私が負担しておりますので、今お値打ちでございます。まだまだ知名度が低いため、向上させるため、このようなキャンペーンをやっております。顔の塊のような、財布ですね。ワールドサンズ製品の特徴なんですけども、顔の質がいいところと、製造スキルが高いところと、特にコバの仕上がりは世界でもトップレベルだと思いますね。かなり、美しい、配り耐久性がありますね。剥がれたりもしないので、とてもいいと思いますね。あと、限定品などで、シャークや、ゴートなど、定番にはない、顔を使ったモデルが面白いですね。あと、堅牢さがいいですね。こちらは、サドルプルアップという顔を使った、ジェネラルという、モデルですね。色はチョコですね。カードケースになりますね。名刺入れも入れていただくことができる、お使いやすいモデルだと思います。サドルプルアップは、堅牢さと、経年変化や使用に伴い、ギラギラしたツヤが出てきますね。プルアップっていうのは、油がいろんなところに移動するので、そう名付けたようですね。サドルっていうのは、馬の装備に使われるために、そうついたようですね。まあ、馬の、装備品ということで、かなり耐久性は高いと思いますね。やっぱり、かなり乱暴に扱いますし、雨風にさらされる、装備品だと思いますので、耐久性がないとやっぱり使わないと思いますね。ブライドルレザーも馬に使われる、装備品だと聞いております。ブライドルレザーもサドルプルアップも油が豊富に、含まれていますので、とてもツヤが出てきて、かっこよく仕上がりますね。こっちにカードなどを入れることができまして、手前にも入れることができまして、ここにたくさんありますね。サドルプラップは今こんな感じなんですけども、経年変化でこのようにギラギラしたツヤが出てきます。シェルコドバンと似てますけど、ちょっと違うツヤが出てきますね。シェルコドバンはぬめりのあるツヤって言われてますね。だからこのように、このような製品たちを、ラクマやアメリカ、ヤフオクなどで販売しております。パターンオーダーも、受注しております。特に、ご質問などがあれば、ご連絡お問い合わせください。